パオロボッチョは、イタリアの現代音楽の作曲家。現在は、ベルチェッリに住む。1964年生まれ。アレッサンドリアのビバルディ音楽院で、合唱式を学んだ後、ペトラッシア,アカデミーのコースを、受けたり短期間、フランコドナトーニのコースを受講した後、聖チェチリア音楽院で、名称集めをコルギに指示。 鳥の大学で哲学を並行して学ぶなど異色の経歴で知られるが彼は2000年以降に国際作曲コンクールの常連となったことで世界的に知られている。2011年にバーミンガム大学の博士号を得た後帰国し現在は複数のイタリアの教育機関で教弁をとっている。映画における音楽についての論文もあり無声映画に 新しい音楽をつける活動でも知られる。前衛色は薄いが、癖のない明瞭な楽器法と手堅く、旋律と火星を手放さない書式で活動を続けている。博士号取得後はこの特性がさらに顕著となっている。現代音楽から商業音楽、そして映画音楽への道を歩みながらも高い書式を失うことのなかった、マリオカステルヌ・オーボイコール・テデスコの活動と、 非常によく似ている。2016年の12月でカミロ・トンニエ・ササグ国際作曲コンクールの最年長優勝記録を更新した。ありがとうございます。